まあ、ドミニカ縛りやっていきましょうか。今現状ピッチャー探してるんで、引き続きピッチャーを探していって、今年何人取れるのかなと。さあ、いい順位ですよ。あー、いきなり4週間も怪我しちゃった。終わった。終了まで行きました。40ゲーム差、結構ね、見た感じ勝ってる感じしたんよな。43勝99敗、一気に勝率3割、そして100敗回避といきました。 6.8、 まあ打線が良かったのかな。あーでもそうでもないと。最下位、打線も最下位か。ただまあだいぶ良くなってきたんじゃないの、全体的に。ティノコの137イニング、ただピッチャー今年取れなかったんだよな結局。ピッチャーこれ新3月以降取れなかったのがちょっと痛かったかなと。もうちょっと取れたらね良かったんですが、初めて規定いきました。フィールド、打たれてるね。フリントはいいですね。フィーグも抑えてる。打ってはフルフォードが、3割0分3に24本と。ただ対左にはめっぽう弱い。オーダム、ブロー、あ、ブローもなかなか強くない。デンライトがねいいんですが、早熟全盛期なんよな。セデーニョ、ヒルトン、オールストン、あ、まあ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 、ってなるとやっぱブロー良かったね。当たりですね。ブローは当たりました。でこの辺はもう衰えまくりです。まあ、しょうがない。でも逆にこんだけ出てんだね、意外と試合出てます。ただ2人ともキャッチャーいいなんで、やっぱりベテランのね、41歳40歳のメジャーでやってきた経験があるんでね、リードもうまいですよ。素人キャッチャーにしてはリードもうまいです。まあ、今年のオフはピッチャーですね。獲得するのはピッチャー獲得していこう。あ、ティノコゴールデングラブだ。ティノコオーダム、フロリオ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 。このフロリオっていう選手はどこの国なんでしょうかね。ベネズエラであれば FA した際に獲得することはできるんで、フロリオちょっと見ていこうか。ソフトバンクのフロリオくん、どこの国ですか。ドミニカ、すごい。キューバ、アメリカ、コロンビアと。外国人枠ないんで、外国人4人、打者に4人、ピッチャーに1人。ここオースティン、ドミニカ、スチュワートはアメリカだよな。まあ各球団ね、外国人いろいろ取れるんで、ってなったらクビになる外国人も増えてくるんで、うちにもチャンスが広がっていくと。さあ、まだ S クラスは来ない。ノリス、エンライトどうする。早熟なんよな。早熟なんでもう払わなくていいのかなと。オーダム払う、セデーニョ払う、ブローも払う、オールストン、ここら辺は払わなくていいかな。オールストン、ヒルトンは払わなくてもいいか。バルガスは払う。早熟か。早熟多いよな。フルフォード払う、フリントも払う、ハリウェル払わん。まあ、こっから下は全員払わないと。でちょっとお金貯めていきましょうか。まあ、現状27億。ちょっと機材買いますか。そろそろ機材に金かけてもいい。てかいい A ランクの外国人とかも取りたいんよな。スカウトがスカウティングさえしてくれれば A ランクを取る準備はしてるんですよ、金を残しながら。28億、だいたい30億ぐらいになるかな、このままいくと。30億にもならないか。こっからみんなの年俸を削っていって28億。早熟な選手は FA する頃にはおそらく衰えてるとして、年俸は払いません。そして新しい外国人を取りましょう。あ、山本昌だ。昌いいね。山本昌って高卒なのかな、大卒かな。高卒か、山本昌って。だ、20何年やってたんだもんね。さあ、ピッチャー指定なし。若手じゃなくてもいいかもしんないね。ベテラン取るのもありかもしんない。まあ、とりあえず若手で。トコダ、もう12勝8敗 3.06 だって。結構メジャーで活躍したのかもしんない、トコダくん。ちょっとトコダ見てみようか。
トコダもしかしたら活躍して帰ってきたかもしれないよ。 C ランク C ランク A ランク9億2000。いく、トコダ、トコダは阪神に帰、あ、 DNA 行った。メジャーどう、活躍した、メジャーで。まあ 4.6、4.3、4.6、3.0 か、最終年が一番活躍したんだ。ただ契約、次の契約はありませんでしたと。西川、ああ、そ、ああ、平、やっといける。メジャー、メジャー挑戦、31歳でのメジャー挑戦です。平くん、万波、万波ってどことどこのハーフなんだろうね。どことどこ、日本か、日本とどこのハーフなんだろうね。さあ来ましたよ、自由契約選手。若い選手来ない、プエルトリコ、ベネズエラ来た、しかも強くない、たけー、4億5000万。こういう時のためにお金を貯めていたんです。こういう選手をちゃんとね取れるように、いや金ないからやめとこうっていうのはなしで。オーストラリア、スペンサーだって、元阪神のスペンサー、檜山とレギュラー争いしてたスペンサー。スペンサーって肩強かったんだっけ。ミックス、今のところ一人かな、一人ですね。スレーター、中継ぎ抑えのスレーター、怪我しやすい、ヤクルト出身の、4億5000万で獲得。あんま投げてなかったのかな、もしかして怪我してて。さあ海外留学はいけません。ただやっぱお金はちょっとずつ減ってはいるんよな。減ってないのか、減ってるか、まあ、4億5000万使ったんでね。オランダ、カナダ、ベネズエラ、ベネズエラ、さあ2人、ドミニカ、アメリカ、メキシコ、プエルトリコ。さあ中継ぎ2人、21歳、コルドン、コンドン、チョウドリー、25歳のチョウドリー、 B ランク。さあこの2人を獲得いたしましたと。佐藤、お二人ともうわー抑えしかできないの、ここしか。いやー21歳まだまだ期待大ですね。さあちょうど157キロ、これは本当に抑えしかできないのか。君はどこのリーグでやっていたんですか。22億。大体20億目安ぐらいでやっていきますか。20億残してキャンプイン。キャンプ終わりました。ドーソン、ホーデン、エイプントンと来ておりますと。まあでもオープン戦終わってから見てもいいかもしれないね、最後に。あ、でも WBC あるのか、関係あるんか。 WBC があると外国人が多く来るなどはないです。オーストラリア、キューバ、アメリカ、頼むよ。もうこの WBC の期間にみんな集めてくれ。いい怪我。さあ1人、韓国対日本、日本強くね。さあ日本、よー、アメリカ決勝、アメリカと3対0で勝ちましたと。佐藤、さあペナントレース開幕。その前に来ましたか、ベネズエラ人はどうですか。カナダ、オランダ、オーストラリア、ちょっとねシーズン始まってからねあんまり期待ができないんで、頑張っていきます。